ちのね、これで新格出しつつ、なんかこれ死んでるな、42度もあるわけねえじゃん。おかしいな。いやいやいや。じゃあエボスキャンです。はい。なんかエラー吐いてるっぽいな。スタート。で、うちは、下メーターつけてます。あ、インジェクターデューティー入れるの忘れてた。こんな感じですね。で、17度ぐらいの今真核が正しいんですけど、はい、もうスキャンさよなら。で、こっちのメーターで今エッジがおかしいんで2倍ぐらいの量を示しています。ちょっとね、おかしいです、ね、微妙ですね。これが詳細の A by F 用のマップで、今適当なデータを突っ込んでるんで、まあ怪しいですね。先生、すいません。G マップだけど、今動いてないからダメだよね。あ、カメラだ、バックがついました。すげえ、レーダー。こんな感じです。これもなんかいろいろ表示が、今シフトとスピードですね。ストップウォッチモード、ストップウォッチモード、走らすこんな感じですね。楽しいです。楽しい。回転数も、スピードだけ、シフトだけって感じです。燃料系はどうですか？燃料系だい、あんまり嘘ついてないかな、今んとこ。いいですね、アベレージ 8.1、燃料系の今構成中なんだけど、ここに今、5% で57リッターぐらいかなって、ちょっとええ加減な自分でグラフ書いたんで、ちょっとそれの構成用の今データを作ろうと思って、ノートパソコン今広げてるところです。めんどくさくて。まだちょっと道が開きませんので、道が開いたら実走行の雰囲気を体験させていただきたいと思います。いや、それはナオさんのやつでしょ、うちのじゃなくて。いやいやいや、うちの実装する必要はそこら辺で十分なんだけど。いやいや、やっぱり動いてるところを取らないと。よいしょ、でメモ帳一回切りますよ。はいはい。パソコンにこれだけあると結構使ってるね。これが言ってみりゃ、あのマップトレースしたところのメモリーになるわけですもんね。そう。点火時期は2倍を戻せばなんかちょっといい値になりそうな感じだな。ちょうどそんなところでしょ、82、3度っていう。ちょっと半分ぐらい、40何度っていうのは多分。そうでしょ、本当はね。そうそうそう。だからさっきのまたエボスキャンと見比べながら、そうですね、そこら辺修正すれば。せっかく内部のアナログ回路解析してさ、線いっぱい出したのに使えねえよ。いや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 、もうそこまでしてあればあとちょっとですから。いやいや、これなんだっけ、回転信号からやっぱり撮ってるのよ。ええ、そう、回転信号は多分あのクランクパルスに同期してるはずだからと思ってね。そしたら回転信号の取り方は正しかったんだけど、なんだ、点火時期のイグニッションパルスの本当は立ち下がりオーラ取らなきゃいけないから、間違えて立ち上がり取ってたもんね。全然ゼロとかビシッと動かないみたいな感じ。ちょっと表示更新のスピードが速すぎるね。もうちょっと落とした方が良さそうだね。そうですね。でも読み取れない、ま、そう、動きは楽しいんですけどね。もうちょっとこうゆっくり表示してもいいですね。あとグラフ、全部グラフにしちゃうのも手だけどね。ああ、棒グラフにね。棒は見にくいんで、半円グラフとか、GTR のやつとか、R35 の GTR とかだと、ほら、あの上半分のグラフじゃん、はいはい、あれは確かに見やすいかな。それはあのみんなが望まれることだと思いますから。いや、さすがにあのほら、メーカーが開発してるだけあって、結構よくできてるんだよね。そうですね。
まあ、あの、なんていうか、ある程度処理が重たくなっちゃうところもあるのかもしれないですけど、でもそういうのがみんなやっぱり見たいでしょうしね。まあ、あの、これを実装される方はなかなかいないかもしれませんけど、でもこう実装されるね、あの猛者はこういうプログラムになってくれたら嬉しいなと思うと思います。システム結構面白いよね。こうやってニュートラルだって確定したら出すみたいな感じで。面白い。モス系の動きとか結構スムースで面白い。うん、おいいですよね。リアルにアナログ系見てるのと何も違和感がない。でもマイナス1まで振ってないのでここで止まっちゃうようになってから使用上。しょうがない。ちょっと嘘があるみたいな。スピードを出さないもんどうしたけんな。うん。いや大丈夫ですよ。あと編集しますから。そうだね。一応白いのが現在の回転数で。はい。緑が出てきたらあのなんだっけシフトアップした時の回転数になってる。これで次のギアの大体の落ち込みを予測しておくわけですね。そうそう。あと街乗りの時にギクシャクしないように、トレーニング用っていう感じで入れてみたかな。これは素晴らしいですね。燃料の平均燃費のグラフ書き始めました。燃料の残量が書いてあるんで、航続距離も大体このレンジというで表されている距離走れますよということが出てます。これ楽しくて、あのなんていうか他のテレビ見たり音楽聴いてる暇ないですね。これ見てたら。うおほほほ、瞬間燃費が1になっちゃうところがすごい。そう。止まってないよね。一回クリアしたらよかったね、マップ。いやいやいや。結構、うちのやつはノーマルマップなんで、結構走る前にすぐ使った。いい。その方があの絵的には楽しいですから。カメラで追い切れない。でもやっぱりキノコですもんね、フェンダー内キノコ、音的にはあのバックタービオンって私もつい言ってしまったんですけど、バックタービオンじゃないですね。あ、バックタービオンするよこいつは。あ、そうですか。うん、思いっきりやるとね、あのちょっとあのキュルキュルって、そう、ブローオフの音が断続するような感じなんですかね。ああ、やっぱり鳴ってますね。なんか変えたいモードとかありますか？とりあえずやっぱり方向とかそこら辺ですかね。そうそうすか。うん、GPS 系。あ、そうそう、それも、そうですね、これ見ないとね、やっぱりラテラル G センサーがついてるんですから。
んな出さないでください。イニシャル D の、 あのコップの水と同じことができますね。結構ちゃんと方位も回転してる。また個数も出るから、ね、出そうと思えば。ああ。やっぱり詳細 F ですね。うん。まあ嘘っこい F だけど今入ってる数値。うん。嘘つきなんだけどね、自前でねコーディングしてるから。いや面白いな。しかしハイテクレートをもうちょっとうまく使えればいいんだけどな、うん、でもこれだけのものを自動的にバックギアが入った瞬間にバックカメラになりました。3秒か4秒ぐらい持続する。ちょっと画角だけ、そう画角だけね。内容コンバージョンレンズつけないの、うん、3 4秒ぐらいしたら復帰するかな。そろそろ、はい、悪いね。5キロ、5、10、15なんですが、あれだけ踏んでりゃしょうがないでしょ。でもあれで5キロって優秀だよね、うん、途中で 1.7キロ。まあそこら辺はやっぱエアフロとかそこら辺がね細かい計測をしてるんですよね。ちょっとずれてるのが IQ だけどね。ダメだよね。いや素晴らしい、ありがとうございました。はい、全然違うな。反応が鈍いだけか、うん、そう SSM 遅すぎ。ちょっとそこらに止まって、ちょっと SSM のデータを落とします。はい、もうログしてる量が多くなると途端に遅くなっちゃうから、うん、なんか良さそうだね、パッと見は、うん、悪くないんじゃないですか。動きが違うだけであって、うん、量は一緒だ感じがしますけど。マウスが。バイストップ。バッテリーなんていりません。ビークルスピード以上燃料スピード。ランプいらない。イグニッシャーと。このぐらいすぎましょう。ということで、スタート。あ、どうでしょう。ずれてんな。いや、でも速度的な問題じゃないですか。まあでも途中から上がっちゃうな。いい線に近くなんだけど、上の方ちょっと行き過ぎますね。上の方行き過ぎね。うん。ちょっとやっぱり立ち上がり立ち下がるタイミングちょっと違うかな。ちょっとタイミング違うのかもしれないですね。やっぱりちゃんと出さないとダメだね。でも30度あたりはいい線な感じがしましたけどね。いやでもあんまり計測士としてどれどうなんだよって感じね。ちょっとズレが出るな。うん、10度ずれたらダメだな。やっぱ上下に触れるな、ダメだわこれ。ああ、ちょっと幅がもっと安定してるはずですもんね。こんなところで動いてないんだから。やっぱり拾ってるパルスにね、立ち上がりと立ち上がりの差で。
やっぱり脈動があるんですかね。でもね、実はこっちが正しいかもしんないんだよね。ああ、そういう考え方もあるから分かんないな、やっぱり。うん、やっぱアルフェ入れてみるしかないか。うん、だ、変な値じゃないのは確かだね。うん、悪くはないと思いますけどね。これやっぱり1周のデータ読んでるから、うん、実際はちょっと正しいかもしれない、ね、うん、正しいかもしんないですね。印象として持ってますけど、うん、結構これロガーの方が合ってるような気もしますよね。なんかロガーの方が合ってるよね、うん、ちょっとした反応で全部反応してるからね、うん、こっちなんかビタッとなんかさ、そう、良すぎるちょっと違うような気がする。そう、すごく言ってみりゃあのコーンタイズが入っちゃってるような感じ、うん、だから本当補正マップを読んだ値をそのまま出してるって感じがするんだよね、うん。あの、なんだっけ、あの、あれタイミングライト、うんうん、確認するのがね、実際要は17度って言ってるものが15度30分だったりする可能性はありそうですよね、うん、あの今サムが結構出てるな、ここ、うん、ここってこんなに収穫してたらちょっとノッキング出そうな時期だからちょっと違うような気がするな、うん、なんか嘘っぽい、うん、今なんか変な、あ、21から36飛びましたよ。飛ぶね、うん、飛んでる。こっちとか楽しいんじゃねえの、うん、ほらこれオシロで見ないとダメだな、うん、ロガーの方の点火時期は綺麗に要は数字が動いてきますけど、 SSM 飛んでますもん。ロガーの方が楽しいよこれ、きっと、うん、タイミングライト一回仕掛けてみるか、うん、タイミングライト仕掛けて差分を見て、うん、あの補正値入れるか、まあ補正がいるかどうかっていうところですね。実際ね、ロガーの方のデータがあのリアルならタイミングライトの部類だったら、うん、いや、ね、そうだけどね、あのクランクスプレートの突起がさ、うん、ゼロ度のところにあるわけじゃないからさ、あ、そうそうそう、だから、うん、あのオフセットは入れなきゃいけないと思うんだよ、うん、きっと今ゼロ度で設定してあるけど、面白い、今まで明かされなかった事実が、まあ、明白になっていきますね。生のデータってやっぱり肝心だよね、うん、そう。もう今まで盲信的に指示できましたからね、この SSM の結果を。おかしいよ、確かに40度も進化してるわけないしてるわけない。抜いたらないきなりやっぱりマップの値はそんなに読んでるだけなんでしょうね。ていうか読んでるアドレスが悪いのかもしれんな、うん、でしかもやっぱり保管して4マスで平均取ったりしてるから、うん、そこら辺の問題もあるでしょうしね、うん、まあ、とりあえずリプログラムは成功ということで、うんうん、とりあえずこれで様子見るか、うん、なかなか戻ってこない来たゆっくりだったからきっと、まあ、これだけしか使ってないよね、うん、普通に走るとこんなもんです。ありがとうございました、はい。